皆さん、こんにちは。本日も FF16 をやっていきましょうか。で、今日の動画の内容としましては、おすすめのアビリティと、さらに強化をした方がいいもの、そこについて語っていきましょうか。まあ、ほぼほぼですね、今解禁されているものは、強化しているんですが、ただこれから順にですね、どんどん増えていくって感じです。なので、厳密には、序盤から中盤にかけてのおすすめのアビリティ、っていう位置づけとなるかと思いますね。で、まずこのアビリティなんですが、どこから見ることができるのかっていうところなんですけど、まずですね、タッチパッドをですね、押していただいて、で、そこからですね、スタートボタンを押していただくと、こちらのね、画面に飛びますと。で、ワールドマップに飛びますので、R2 を押していただいて、で、アビリティの方ですね、選択していただくと、こちらの画面に飛びます。で、最初はですね、これ自体がまず解放されてないのかな？最初は多分これのみ解放となっているんですが、どんどんですね、進んでいくと解放されていくことになるので、ぜひ皆さん、ストーリーを進めていきましょうというお話。だからまあストーリーによって、まあ、ストーリーの進行度によって、まあ、解放されているものが変わってくるんですが、こちらの大きな円ですね、すでに皆さん、多くの方があるんじゃないかなと思うんですが、アビリティはなるべく早くね、解放しておきましょう。これがなんでかっていうと、例えば、ここからかな。下半分はね、これアビリティのポイントを振ってやらないと、追加することが、できないんですよね。なので、なる早で、解放していきましょう。で、かつアビリティもですね、そんなにポイントが必要ないので、すぐにこちら解放することができます。で、優先順位としましては、まずは、攻撃系かな？バーニングブレードであったりとか、あとそのランジとかすごいなんか、初歩的な、こちらアビリティとなっているんですが、あとダウンスラットもそうなんですが、こちらをね、優先的にまずは解放していきましょう。まあ一枚いらないのは挑発とかかな？まあこれはそんなにポイント使わないから別にすぐに解放してもいいっちゃいいんだけど、やっぱりここら辺とかね、とても重要になってくるかと思います。まあ、本当になんかアビリティ御三家みたいな感じか。で、ここの下半分かな。左の下半分も、まあ、時点で重要になってくるので、こちらもですね、随時解放していきましょう。で、それが終われば、まあ、挑発であったりとか、まあ、そこら辺を、まあ、解放していくって感じでしょうか。なので、優先順位としてはここ3つ。で、次ここ3つ。で、最後挑発。で、余裕があれば、ここ二つね、空白に最初なっているので、こちらも解放しておきましょう。で、あと召喚獣のところなんですけど、ヒートウェイブと、ルックスガンビットかな。これね、最初未解放の状態で、かつ、アビリティポイントが100ちょいで、解放することできるので、こちらもですね、なる早で解放した方がいいと思います。まあ、ここもとても重要ですね。で、あとはまあこちらまだね、解放してないんですが、とても強力になってます。こちらのアビリティは。かなり強力ですので、余裕があればね、解放しておきたいわけなんですけど、ただまあ、アビリティポイントも大量に必要になってくるので、まあ、当面の間はね、解放することが難しいのかなというところで、で、実際にプレイしてみて思ったんだけど、なんだろう、普通の戦闘はそんなに難しくない。ただ、召喚獣戦がね、結構苦戦することが多いから、もしかすると、人によってはね、まあ、ここら辺とかも解放しておく方がいいかもしれません。はい。で、あとは強化することも実はできまして、確かその上の半分は強化することできなかった記憶があるんだけど、この下半分に関しては強化することができます。で、強化ポイントにつきましてもそんなに多くはないので、こちらも順にですね、さっきの順番で、強化をしていただければと思います。で、今作ですね、とても万能なのが、なんとポイントリセットがございます。まあ、例えば他のゲームとかだと、アビリティを一回ポイントで振り分けてしまうと、もう二度とですね、ポイントをリセットすることができないとか、ないしはペナルティがかかってきて、プラスアルファで何か必要になってくるとか、そういった感じなんですが、このゲームね、すーげー良心的で、アビリティポイントをね、リセットして、他のものに振り直すことができるので、なのでまあ、振り直しがね、何度でもできるみたいな感じだからさ、一時的に例えばこういったものをね、解放することもできたりするので、まあ、例えばストーリーで行き詰まった時とかは、ここら辺とかをね、強化して、一気に戦闘を楽にするっていうのも、まあ、選択肢としてはありかもしれません。あと、アビリティポイントにつきましては、結構ですね、溜まるのが早いので、
まあ、そういったところを踏まえると、まあ、ガンガン振ってしまってもいいかもしれませんね。まあ、ちょっと自分がね、このゲームのどこら辺にいるのか、ストーリーのどこら辺にいるのか分かりませんが、多分今、序盤の後半から中盤の序盤かな。多分それぐらいの位置にいると思うんですが、ただもしかするとちょうど、ここで折り返しぐらいかな。どうなんでしょうか。まあさすがにここで折り返しはないか。多分中盤の序盤かな。ここから折り返しに向けてストーリーが加速していくって感じでしょうか。まあ結構進みましたね。まあそんなところでアビリティはね、解放しておくと本当に戦闘が楽になります。なのでこちらなるべく早く解放しておく方がいいかもしれません。まあ装備の強化とか、まあ装備の強化っていうか装備をね買うっていうのもとてもいいんですが、アビリティをね習得すると戦闘自体がねゴロッと変わるから、これはマジでね早く解放しましょう。まあ、そんな感じでしょうか。で、アビリティポイントにつきましては、基本的には戦闘を繰り返していると勝手に入ってきます。なので、とりあえず戦闘をね、こなしまくるみたいな側面が大きいかな。だからまあ、良くも悪くも、ね、一般的な RPG とは少し異なりますけど、レベルを上げて物理でぶん殴れば、大体の敵は倒すことができるんで。まあ、どうしても積んでしまったら雑魚敵をぶん殴りまくって、まあ、その結果、あれかな。レベル上げていくと、多分そういった立ち回りがいいんじゃないかなと思いました。まあそんな感じでしょうか。あとレベルはね、思ってるよりガンガン上がっていくから、なんかその、意識的なレベリングって必要ないんじゃないかなと思ってます。まあ現時点で積んだところとか難しいって感じたところはないから、意識的なレベリングはね、現時点では必要ないんじゃないかな。まあ例えば、クリア後にハードとか多分出るんじゃないかなと思ってて、ハードモードとかであれば、まあ、全然話が変わってくるけど、少なくともノーマルとかであれば全然問題ないと思いますよ。はい。まあ、そんな感じでございやす。はい。まあ、アビリティはね、本当に今作少ないというか、なんというか、なんかもうちょっと多くても良かったというか、もうちょっと習得難易度を上げても良かったんじゃないかなと思いました。まあ、思ってるよりガンガンですね。こちらは、改善することができますので、まあ、非常にですね、お!なんだ?協力者連絡窓口開放。ああ、ありがとうございます。はいはいはい。てな感じで、一旦動画終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、このタイミングでポチッとよろしくお願いいたします。そして再生リストもですね、別途作っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いできればと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃの。